どうも、皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、こちらの三井住友カードのクレジットカードありますよね。まあこちらがナンバーレスだったり、こちらがビジネスカードの一般カードであったり、またね、こちらがオリーブフレキシブルペイ。 こちらも一般カードなわけなんですけども、まあ私はですね、一般カードということで、えー、ゴールドカードね、ナンバーレスの修行とかもね、えー、しませんでしたので、今現在はですね、ゴールドカードっていうのは持ってないわけなんですけども、 ゴールド修行ね、100万円決済修行ね、された方は、えゴールドカードとかもね、持ってる方、またね、SBI 証券のクレカつみたというとですね、先日もね、話しさせていただきましたけども、5%還元ね、取れるプラチナプリファードカードね、保有されてる方、まあ中にはね、いらっしゃるかと思うんですけども、まあこういったですね、三井住友カードのね、クレジットカードを持っている方は、まあ非常に朗報ということで、本日はですね、プレスリリースでこちらがね、発表されました。三井住友カード とかですねお好きなカードでえ二重保険が選択できる選べる無料保険を強化ということであの三井住友カードっていうのはクレジットカードには各種保険がありますよねまあ、これがね選べるようになったんですよね2022年の4月からまあ、これが4月から提供されておりましてまあ、その時にもね動画出させていただきましたのでまあ、選択されている方まあ、ある程度いらっしゃるかななんていう風うに思うんですけどもまあ、こちらがですね2023年の9月1日からです でさらにね、追加になりましたということで、えゴルフ安心プランえ、弁護士安心プラン、スマホ安心プラン、この3つがですね、今回ね、 追加になりましたということで、まあ個人的なですね、内容を見ていくとですね、私みたいにね、ナンバーレスしか持ってない人は、まあそこまでね、めちゃくちゃ、あの、二位特典が大きくなっていいですよっていう感じではないんですけども、まあ各種ゴールドカード、えっ、ー、と、ナンバーレスのゴールドだったり、オリーブフレキシブルペイのゴールドカードであったりね、まあこれからね、ゴールドカード発行されようっていう方はですね、まあ今回の改定ね、かなりいい話ではないのかな、なんていうふうに思いますので、 気になる方は是非ね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、プレスリリースのね、内容を見ていきたいなと思うんですけども、え今回ですね、9月1日に、三井住友カード株式会社から、まあ、お好きのカード、二人保険を選択できる選べる無料保険強化ということで、ゴルフ安心プラン、弁護士安心プラン、スマホ安心プラン、この3つのですね、プランが提供を開始していた形になります。こちらが9月1日ということで、もうね、選択できるようになっております。で、こちらにね、記載ある通り、2022年4月、 月の14日から国内初となる保険を選択できる付帯サービス選べる無料保険を提供してますということでまあこちらね最近私の動画見始めた方はねまあ知らない方いらっしゃるかと思うんですけれどもまあ2022年の4月からですねこの選べる保険っていうのを三井住友カードはね提供しているって言ったがちになるんですよねでこちらね時系列がね書いてあるわけなんですけれども2020年の4月の13日まではお買い物安心保険と海外国内の旅行仕 障害保険がまあ、初期としててねねね設定されていたわけけなんでですすどもこのの、ね、の2022年の4月の14月日以降です、ね、お買い物安心保険っていうのは今もね、えー、継続して、えー、残っているっていう風になっておりまして、デフォルトでね、こちらは、えー、ついているわけなんですけども、このね、旅行障害保険っていうのはですね、まあ国内海外ね、今まではついていたわけなんですけども、これをですね、こういった感じで、まあ、 旅行安心プランそのまま残すこともできるっていう風になりますし、日常生活安心プランであったり、持ち物安心プラン、またね、怪我安心プランっていうか、ま、こういったね、 他の保険をね、選べるようになったんですよね。まあ、これは非常にいいですよね。名前の通りですね、選べる無料保険ということで、どれを選んだったからといって、特にね、追加費用がかかるわけではなくて、このね、海外国内の、えー、旅行障害保険を、まあ、他の保険にね、あの、切り替えることが、ま、できるって言った感じになるんですよね。まあ、もちろんね、ファンカードであればですね、そんなにね、めちゃくちゃ保証額は、まあ、多くね、もらえるわけではないんですけども、 お守り程度にね、入れておくことが、ま、できるって言った形になるんですよね。まあ、こういった感じで、えー、ずっとね、サービス展開されてたわけなんですけども、え、2023年9月1日よりですね、ゴルフ安心プラン。 弁護士安心プラン、スマホ安心プランが、えさらにね、追加になって、まあ、この7つのうちからですね、1つがね、選択できるようになりました。で、お買い物安心保険はね、今もえ一緒にね、利用することができて、これにプラスして、まあ、選択することができるっていったサービスになります。で、今回ね、3つ、えー 開始になったわけなんですけども、えっと、このスマホ安心プランっていうのはね、まあ結構いろんなクレジットカードでね、今、帯しておりますよね。アメックスでもね、かなり多く、えー、対象カードで、ね、増えてきておりますけども、このね、 弁護士安心プランっていうのと、えゴルフ安心プラン。まあ、ゴルフね、やられる方はね、いいですよね。あの、ホールインワンとかすると、おごんなきゃいけなかったりするんですよね。なんか、そういうのがあったりするみたいなんですけども、まあ、それもね、あの、保険でカバーされるということで、年会費無料のクレジットカードとしては、こちら、業界初って言った形になるんですよね。まあ、この選べる保険自体もですね、業界初でね、開始になったわけなんですけども、このね、ゴルフ安心プランも、 業界初。またね、この弁護士安心プランっていうのも、え業界初へね、付帯するって言いたがちになるんですよね。で、まあ、このゴルフ安心プランっていうのはね、まあ、ゴルフを始めた方とかね、ゴルフの盗難とか、まあ、こういうのにね、備えたい方におすすめっていうふうになっておりまして、この弁護士安心プランですよね。こちら、偶発的な事故、法的なトラブルとかね、え偶発的事故の際に弁護士に相談したい方ということで、 こちらはね、非常にいいですね。まあ、この保証事例ね、えー、書いてありますけれども、えー、自転車に離れて影をして、えー、怪我をしてしまった場合とか、えー、マンションの上層階から、えー、水が漏れてね、家が汚染し、みたいなね、まあ、こういったね、隣人トラブルとかね、まあ、こういった時にですね、この弁護士にね、相談したい、まあ、弁護士を与わなきゃいけなくなった状況になった時に、まあ、こちらのね、費用が、まあ、一部ね、あの、保険で適用されるって言った形になるんですよね。まあ、こちらは 非常におすすめですねで一番注目度が高いのはねやはりこちらだと思うんですよねスマホ安心プランということでクレジットカードの無料でもね利用いただけますということでスマートフォンねまあ皆さんね使ってると思いますけどもこういった場合のね 修理とかね。まあ、こういった時に、え、保証がね、適用されるって言い出しになります。もちろんね、スマホの画面割れとかね、水没とかもね、こちら対象になるっていうふうになりますんで、これは非常にいいですよね。で、一つずつね、え、保証内容を見ていきたいなと思うんですけども、まずね、え、ゴルフ安心プランということで、まあ、ゴルフ練習中、競技中、で、指導中、賠償の事故や、ゴルフ式地内でのゴルフの、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、 とかね。ま、あこういったのを保証してくれるサービスっていう風になります。で、こちらね、冒頭にも言ったと思うんですけども、カードの種類によって保証額がね、異なるって言いたちになるんですよね。まあ、多くの方がですね、ま、あこの二つに該当するかなと思うんですけども、え、プラチナプリファードとかね、オリ,オリーブフリーキシブルペイ、プラチナプリファード、またね、ゴールド会員の方。 え、それ以外の、え、ゴールドナンバーレスとかね、オリーブフレキシブルペイ、ゴールドビジネスオーナーズとかね。まあ、この二つがね、まあ、ほとんどの方かな、なんていう風に思うんですけども、対象カードはですね、公式サイトにね、こういった感じでずらっと書いてありまして、で今回のね、この選べる無料保険っていうのは、提携カードはね、あの、まず対象になっておりません。ですので、ANA のね、カードとか持ってる方ね、私の動画見ている方多いと思うんですけども、ANA のクレジットカードは、三井住友カードが発行しておりますけれども、対象にはなって ておりません。基本的にはこのね一般カードであったりえナンバーレスだったりねまあこういった三井住友カードのえプロパーのねカードが対象っていた形になります。ででゴルフ保険のね保険金金額なんですけれどもゴルファー賠償責任保険が20万円え、ゴルフ用品保証が3万円っていた形になります。こちらはねあのちょっとねこのサイトもちょっと見づらいんですけどもここを切り替えるとね。 あの値段も切り替わるっていう風になっておりますんで、まあ、ご自身のねあの概要欄にね公式サイトは載せておきますので、まあ、こちらねご自身の選択していただいて、まあ、保険金額をねチェックしていただく、まあ、こういった感じになりますでまたですね保険金をお支払いするケースっていうのも、まあ、こちらにね、えー、記載されておりましてまたね手順とかもね、えー、記載されておりますんで、まあ、利用される予定のある方はですねここら辺ね、えー、用意して申請していただくっていった形になります、まあ、軽く、ねえー、見て,いただいて ていると思いますけれども、非常に大変そうですね。はい、で次ですね、弁護士安心プランですね。 他人に怪我を負わせたり、物を壊された時などの弁護士費用をですね、え保証してくれるサービスですということで、まあ、こんな方におすすめということで、まあ、偶発的な際のトラブルに備えたい方え、偶発的な事故の弁護士などに相談したい方、偶発な事故の際に加害者の交渉の不安な方ということで、カードのね、種類によって保険がね、金額変わるっていう風になっておりまして、まあ、一応ね、ゴールドナンバーレス、オリーブ、フレキシル、ベイ、ゴールド、ビジネスオーナーズ、その他の会員の方ということで、まあ、こちら でね見ていきますけれどもえ弁護士費用がえ5万円ですね法律相談が10万円保証していただけるということででまたですね障害後遺症保障ということで後遺症障害のえ等級によってもですね保険金が支払われるみたいですねでまたねえ保険金を支払いするケースということで こちらでね、詳細が見れるようになっております。で、申請手順とかもね、こちらに記載してありますので、利用される際はですね、よくね、チェックしてください。まあ、こちらね、先ほども言った通り、必要処理はね、まあ、かなりありそうな感じがいたしますよね。 それでは次にですね、まあ一番注目度の高いのはね、これだと思うんですけども、スマホ安心プランということで、こちらね、スマートフォンのね、サービスがえ三井住友カードにですね、追加されたということで、えスマートフォン万が一備えるあ安心の保険サービスです。破損、故障、盗難にあった場合に保障され、加入手続きから保険金の請求まで Web で完結できますということで、これね、非常にいいですね。 はい。ウェブで完結できるっていうのは本当にいいですね。で、こんな方におすすめということで、スマートフォン普段からよく使う方、まあ皆さんよく使うと思うんですけども、え万が一の際に修理代の負担がえ心配な方などということでえ、こんな時にね、保証されますということで、スマートフォンを落として画面が割れてしまった、スマートフォンが盗まれてしまった、こちらはプラチナカード会員のみということで、で、こちらもね、カードの、ね、種類によって保険金額がね、変わるっていうふうになっておりまして、 で、保証範囲なんですけども、ご本人のみということで、業務に使用している場合は対象になりませんということで、まあこちらね、個人所有のスマートフォンのみがね、対象になるという感じですね。で、保証金額ですね。画面により修理した場合、面積1万円で保険金が3万円っていった形になります。こちらね、注意事項はね、結構ありまして、 これですね、保証の対象となるスマートフォンということで、ご本人所有かつ使用して、下記の条件のいずれかを満たしているスマートフォンが対象っていう風になります。どっちかね、対象、どっちかがね、あの、満たしてないと対象にならないということで、 スマホ安心プランの保険責任期間、保保証期間の開始時点において購入から2年以内のスマートフォン。この文言よくありますよね <laughs>。 あアメックスでもね結構あるんですけどもですのでこちらは2年以内にスマートフォンじゃないと対象にならないっていうふうになりますのでこれはね結構厳しいですねアメックスでもね結構変わったりしてますよね。はいでもう1つが、ね、保険責任期間保証期間中にえ新たに購入したスマートフォンということで、まあ、この2つのねいずれかをえ満たしてないとこのねスマホプランはですねえ対象にならないっていう形になります。非常に 厳しそうですね。で、なおですね、スマホ安心プラン、翌年も継続された場合、継続契約の保険責任期間の開始日に時点を置いて、購入から2年以内のスマートフォン、もしくは、継続契約後の保証中に購入したスマートフォンが対象になりますということで,で、下にね、さらに詳細が書いてありまして、カードの利用条件はスマホ安心プランを選択しているカードによって異なりますということで、こちらですね。 えー、三井住友カードナンバーレス三井住友カード CL 三井住友カードビジネスオーナーズ、えー、オリーブフリクシュープルベイ一般カードその他の、えー、年会費が無料のカードということで私が該当しますね三井住友カードのナンバーレスの一般カードこれが私が持っているカードですね皆さんねあのカード自分ご自身のね カード、えー、どれを持ってるかね、ぜひチェックしていただきたいんですけども、このね、三井住友カードのナンバーレスとかね、この年会費無料のね、カードを持っている方は、事故発生時点において、該当のカードの対象のスマートフォン直近2ヶ月以上通信料を決済していることが条件ですということで、これもね、結構ありがちですよね。 はい。ですので、オリーブフルエキシブルペイとか、三井住友カードナンバーレスとかね、ここら辺の一般カードを利用している方は、えー、スマートフォンのね、利用の通信料ね、決済してないとこちら対象にならないっていうふうになりますんで、こちらね、非常に注意が必要ですね。ですので、メインカードでね、使っている方はね、まあ、 携帯代ね、こっちに切ってると思うんですけども、まあ、他のクレジットカードをね、メインカードにしている方は、スマートフォンのね、あの利用容器をね、三井住友カードにね、切り替える必要があるっていう風になりますんで、これはね、結構めんどくさいですね。 あの、アメックスとかもね、これ結構あるんですけども、まあ、アメックスをね、メインカードにしている方ね、結構多いと思うんで、まあ、いいと思うんですけども、こちらをね、メインカードにされてない方はですね、ちょっとね、条件がね、えー、2ヶ月以上ね、決済しなきゃいけないんで、こちらね、あの、ぜひ覚えておくようにしてください。またね、それ以外のクレジットカードですね、その他の年会費、無料カード以外の方ということで、ですので、三井住友カードナンバーレスのゴールドとかね、ビジネスカードの オーナーズのゴールドとかね、オリーブフレキシブルベイのゴールドとかね、プラチナプリファードとかね、まあそういう方は該当のスマートフォン通信料支払い有無にかかわらず保証させていただきます。カードの利用条件はございませんということで、まあ私が持っているようなね、一般カードじゃない方、ゴールドカード以上の方はですね、こちらね、スマートフォンの通信料有無にかかわらず保証してくれるっていうふうになりますんで、 ゴールド資料ね、した方はね、非常にいいですね。はい。こういった感じでですね、かなりね、あの、条件が細かくなっておりますんで、ここはね、注意していただければなと思います。で、えー、保険金をお支払いする主なケースということで、まあ、こういった感じでね、記載がありまして、で、下の方にですね、保険金を支払いする主なケースということで、まあ、記載がありまして、えー、またね、申請手順もですね、下にね、記載があります。で、先ほどもね、言った通りですね、こちらね、Web で全部ね、完結するみたいなんで、 これはね、非常にいいですよね。ですけども、まあ、このクレジットカードによってですね、あの、保証金額が異なったりですね、またね、決済が必要だったりいたしますので、まあ、ここはね、あの、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、もうね、この選べる無料保険のスマホだったりね、弁護士とか、まあ、ここら辺がもう設定することができるようになってるんですよね。で、プレスリリースにね、こういった感じに書いてありまして、えこちらの選択自体は VPAS ありますよね。こちらのアプリ、もしくは、三井住友銀行アプリ化も利用することができるって言った形になります。で、こちらの図ね、え見ていただければ、まあ、わかると思うんですけれども、一応ね、スマートフォンでやる方がほとんどだと思いますので、ちょっとスマホでね、実際にやっていきたい なと思いますではですねまずね v パスを開いていただいてはいログインいたしましたで今ね、えー、三井住友カードナンバーレスがね選択されてると思うんですけれどもこちらのね選択するカードね是非チェックしてくださいこれはですね 複数枚持ってる方、まあそんなに多くないと思うんですけれども、複数枚持ってる方は1枚に対してね、こちら設定することができるっていうふうになりますんで、まあ1枚はスマホ、1枚は弁護士、1枚はゴルフみたいなね、まあこういった感じでもセットすることができるっていうふうになりますんで、一応ね、この点は覚えておいてください。ではね、やっていきたいと思います。私はね、三井住友カードのナンバーレスがね、今設定されておりますよね。ですので、まずね、こちらの下のもっと見る。 をククリックいたしますそうすると,、えー、っと保険ですねこちらの保険をクリックしていただいてそうすると保険サービスの、ね、ページに移行すると、はい、保険サービスのページに行きますそうすると、えー、こちらですねまあ私はね今旅行安心プランをねつ、えー、けているわけなんですけども、まあ、こちらをねフル。えー 保証プラン変更ということで、えー、こちらですね。選ぶことができるって言った形になります。もう入ってますね。ゴルフ、弁護士、スマホ安心プランですね。まあ、それ以外にもね、あの、元々で入っている日常生活、お気が安心、持ち物安心プランとかね。で、そのままね、私は今、旅行プランになってますけども、まあ、このままにしておくっていうのも OK です。ですので、今回私はね、ちょっと弁護士プランにね、入れていきたいなと思います。 まあ私はね、もうスマートフォン購入してからね、かなり経過してますんで、入れたところで保証は受けられないっていうね、感じになっております。ということで、こちらですね、下のお手続きということで、でご,えご同意の確認ということで、まあ、こちらね、よく読んでいただいて、注意事項同意していただきます。で、重要事項をこちらね、見ていただいて、チェックして、下の方ですね、チェック項目ですね。 で、次へを押していただきます。そうすると、申し込み内容のね、確認が来ますんで、あ、こちらですね。まあ、こちらね、ちゃんと書いてありますんで、ここスクショしといてもいいかもしれないですね。ということで、申し込みをクリックいたします。そうすると、選べる無料保険え、変更の完了ということで、まあ、こういった感じでね、登録することができます。ぜひね、皆さんね、スマホを入れられる、入れられる方ね、かなり多いと思うんですけれども、まあ、利用されたい方はですね、まあ、こういった感じでね、利用していただければなと思います。 ということで今回ですね、三井住友カードが選べる無料保険にですね、ゴルフ安心プラン、弁護士安心プラン、スマホ安心プランっていうのを導入いたしましたということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ今までね、この三井住友カードにはスマホ安心プランっていうものはありませんでしたので、こちらね、非常に朗報ですよね。ですので、まあ 一般カードからね、ゴールドカード、プラチナプリファードとかね、プラチナカードを持ってる方ね、いらっしゃると思いますので、ぜひね、スマホ安心プラン入れたいよっていう方だったりね、弁護士安心プラン、またゴルフ安心プラン、切り替えたいっていう方はですね、ぜひね、切り替え、やっといていただければなと思います。まあ、私の動画ね、見ている方は、海外旅行保険にね、している方、多いと思いますので、まあ、海外旅行保険でもそのままでもいいっていう選択もね、まあ、OK だと思いますし、まあ、切り替えていただいてもね、いいと思いますので、ぜひね、 内容は確実にチェックしていただいて利用ねしていただければなと思いますまあ、個人的にはですね私は弁護士安心プランをね入れさせていただいたわけなんですけども私ね去年だったと思うんですけども 去年の暮れにね、自転車で事故ったんですよね。で、その時に私は、まあ、あの、保険には入ってたんですけども、時短交渉とかしてくれない保険だったんですよね。で、また、弁護士特約もなかったんですよね。で、その時に、え交通事故を起こしてですね、まあ、お互い様だったんですけども、まあ、あの、出会い頭でぶつかったんでね。ですんで、ま、あ普通だったらね、ま、あ出会い頭でぶつかってますし、自転車なんで防犯カメラとかないじゃないですか。ですんで、もうあの、 最終的にはね、もうあの、自分の怪我は自分で払うっていう感じでね、で、自分の自転車の壊れた部分を自分で直すっていうふうに、まあ、収まったんですけども、そこの過程ですよね。あの、自分でやり取りしなきゃいけないんですよね。非常にストレスっていうことで、私もね、その時に個人賠償っていうのは、本当に弁護士のね、利用ができるっていうのと、まあ、相談ね、相談、まあ、相談とまあ、あと、 本当にね、裁判とかになった時の、まあ、その費用もそうなんですけども、本当にね、あの、相談できる先がね。 欲しいっていうの本当に思ったんですよね。ですんで、私はその時入ってなかったんで、県のね、弁護士相談、あの、弁護士協会みたいなところに、えー、検索してね、もうあの、相談できる環境を全部整えて、まあ、交渉して、まあ、最終的にはね、済んだんで良かったんですけども、本当にめちゃくちゃストレスだったんですよね。ですので、まあ、自転車よく乗られる方は、このね、弁護士が相談できる環境っていうのと、あとね、保険。 で、保険でも時短交渉をしてくれるところね。はい。まあ、ちょっと自転車保険の話になって申し訳ないんですけども、ここね、非常に重要っていう風になっておりますし、またね、あの、時短交渉してくれないとね、自分でやんなきゃいけないのは本当にストレスなんでね。まあ自転車よく乗られる方はですね、ちょっとね、これ交通事故を起こさないとね、まわ、あ、かんない部分もありますので、まあ、警察の方はね、あの、非常に親切で、あの、保険入ってますかっていう話はね、させて、 あの、してくれるんですけども、やはりね、その後の話っていうのは個人で対応しなきゃいけないんで、あのね、本当に、あの、めちゃくちゃストレスでしたんで、自転車乗られる方はですね、この点はね、あの、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、今回ですね、3つのね、保険が開始になりまして、ゴルフ安心プラン、弁護士安心プラン、スマホ安心プランとありますけども、このスマホ安心プランっていうのは、アメックスとかね、JCB とか他のね、クレジットカード会社でもね、結構展開されてたりいたしますけども、 まあ弁護士安心プランとゴルフ安心プランっていうのは業界初みたいなんですよねまあ、特にこの弁護士安心プランっていうのは クレジットカードの付帯保険としては業界初っていう風になっておりますんで、もしね、ここ入れておきたいっていう方で、まあこれからクレジットカードね、発行されたいっていう方は、今ね、ポイントサイトの案件で結構デカめのがね、来ておりまして、こちらビジネスカードオーナーズゴールドなんですけども、こちらね、ニフティポイント Q のね、ライフメディアっていうポイントサイトなんですけども、通常会員の方でもね、カード発行していただいて、またね、パートナーカードをね、発行していただく。まあこれは家族カードみたいなもんなんですけども、 こちらね、発行していただければですね、24000円分のね、 ポイントが取れる。またね、こちらね、年会費5,500円ね、かかるわけなんですけども、年間100万円利用していただくとね、翌年以降ね、無料で利用することができるね、ゴールドカードっていう風になっておりますんで、まあ、個人的にはね、これから発行されるのであればですね、まあ、年会費5,500円かかるわけなんですけども、え、ニフティポイントからね、2万4千分のポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、単純計算してもね、1万5千以上ね、利益になるっていう風う、まあ、黒字になるっていうふうになりますんで、もしね、これから発行されたいっていう方は、まあ、 クレジットカードがねいいのではないのかななんていう風に思いますのでぜひねポイントサイト経由でね発行していただければなと思います。もしねポイントサイト経由するの面倒くさいっていう方はまあ、概要欄にね公式サイト載せておきますのでぜひねそちら見ていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターインスタグラム LINE 公式アカウントやっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。